サメ太郎に会いに行かなきゃいけねえな。私はディビジョン2熱いからな。あ、撮ってますか？撮ってます。いつもの。久しぶりですね。はい、そーい。はい、今日ですね。今日も元気に行きたいんですが、こういうことをしてるってことはこれですよね。はい。今日ご紹介するのはこちらですよ。イングランド代表のね、2223モデルのバックパックですよ。バックパック。うん、え、いいですよね。普通に。普通にって言うのよりバックパックですよね。いいですね。はいよ。お待ちかねですよね、皆さん。バックパックが。バックパックといえば、バッグといえば、何が出てくるのか。この子ですよね。もうね、この子が、何個入るか、もうね、4キティにしとこう。まあ入りますね。4キティは絶対に入る。絶対入るんですが、書いてないですね、リットルはね。知ってますか、リットル。知らないと。書いてない。書いてないんですよね。ね、ポリエステルしか書いてない。LP5。M って書いてますね。サイズが？そう。L もあるのか。トレーニングアカデミーバックパックっていう英語名がついている。アカデミーの子が使うのかな、これ。あのね、まあまあまあ、いいじゃないですか。あの、なんだろ、やっぱ M って感じ。大きすぎず小さすぎずって感じ。中間の感じですよね。いや、いいですよ、かなり。でね、やっぱね、トレーニング系に持ってく系な感じする。軽い。非常に軽い出来になっている。ボトルも2つ入るしね。いよいよいよい。それでね、そうそうそう。これ、ね、うん、あの両サイドにこの網がついてるので、ドリンクとかさ、うん、入れられますよね。ここ何入れる？やっぱドリンクボトル系？水と、うん、俺の場合なんか。俺結構ここにあのイヤホンとか入れちゃうんだけど。それはない。まあ俺古いやよ、このエアポッズじゃないから。あとか、あと充電ケーブルとか俺あでも俺もそっかな。海外に行くとき俺充電ケーブルここに入れてたの、うん、すぐ取れる、うん、こっちが入れるとなんかぐちゃぐちゃになっちゃったりとかね。で、あのね、ポケットはだからこの両サイドとあと2箇所ですよね。あの外側のこの、うん、ここね、ここはもう普通何もない、ただのこういうポケットになってて、チャックは1個、ここはね、うんうん、メインのコンパートメントはチャックが2本ついてて、うん、開けますよ、はい、開けるとね、あれはない。あのよくさ、ペンとか刺すやつあるじゃん。あ、はいはいはい、ああいうのはついてない、ここはね。で、ここ中もに分かれたりとかもしてない、すごいシンプル。本当になんだろう、これほんと練習用とかだと思う、これ。うん、そんな感じする。うん、なんかシンプルバックパックみたいな感じになっております。でですよ、あとはスライダーも普通、あの防水とかじゃない。で、ここがほら、やっぱアンブロやったけど、これ多分ね、夜光るぞと、あの光、あの、そんなそう、車の光とか当たると光るやつ、反射的なやつなんです。そうね、だって街はこれぐらい結構ある。結構これ入るよ、スパイクとか、うん、練習着スパイク、あ、まあ、そっち系、もう完全そっち系のノリだよね。で、この外がね、もちろんこのアンブロとイングランド代表、はい、これはね、なんかやっぱ圧着っていうかシールみたいなのピシッと貼ってルヤタイプ の、うん、あのロゴになっております。やけにこのローズ、やけに発色いいけどね、すごい綺麗に入ってるねでございます。これなんか難しいのはね、やっぱ色、やっぱ今年の色は分かったぞ。今年っていうか2223モデルのイングランドの色はこのエンサインブルーっていうのを使ってんだ。なんかこれちょい、これこれこれちょい青、うん、そうそう、絶対そう。ブラック、ホワイト、エンサインブルーって書いてある。これだよね、この、うん、これ、うん、これこれこれ、なんだろう、ネイビーとブルーの間みたいな色、うん、これが多分差し色なんだろうね、間違いないね、うん、ということは、でも23モデルってことはこれいう感じで来るのかな、ワールドカップも。まだね、あのアンブロのイングランド代表のワールドカップモデルって見てないんですよ、僕。なんかどういう デザインなのか知らないけど、うん、まあもちろんイングランドなんで白以外はありえないと思うんでね、うん、ジャージはね、ずずだから白だけど、どっかにもしかしたら差し色の青が入ってるような気がする。あ、襟のちょびっととかね。なるほど、こういうとことかね、うん、もしかしたら。で、全然分かってないです、まだ。で、こちらは入る予定あるんでしたっけ、ワールドカップモデルは。あるよね、アンブロは。あります。あるよね、大丈夫です。アンブロはもう大丈夫ですよ。だからいつなるか分かんないけど、入ります、来年のどっかのタイミングね、うん、なんでそちらのもご期待いただければ。まあ、あとはイングランドといえば、
グループグループ、うん、日本ね一緒ね一緒だよね。まあこの前やられましたけどね日本代表はどうなるか、うん、まあでもあれは参考にならんと思うよ、ね、ちょっとうまくいきすぎてたねイングランドも。そうだし日本もうまくいかない。日本もまあ全部手の道は見せないでしょだってあのタイミングで、うん、確かにね、まあ、あるしやってないサインところあると俺は信じてるよ。だからあの感じはつかめたかったっていうあのグランドの雰囲気がすごかったじゃん、うん、デュッキャンでとかさあの向こうの圧とかそれはいい勉強だと思うんで、うん、ほらやってくれるんじゃないかと思ってるよ密かに。予言者強兵勝つんじゃねえかなと思ってよ密かに。エディもいない。そうエディもいないし、いやプレッシャーで言ったら向こうの方がでかいよ。待ってそうっすね。でさ一昔前の方ねもう悪いけど ジャパンだったらさもう余裕だなみたいな思われたけど、あのこの前を経てのジャパンだから俺マジでマックス警戒してくるところでやべえぞって日本はやべえこれ負けちゃうとマジでガタガタっていっちゃうタイプだぞって思うわけよ。アイルランドもやられたスコットランドもやられたなんてもうイングランドドキドキじゃんやりたくねえみたいなありそうっすね。でしょ、うん、でプレッシャーで言ったら彼らの方が上だと思うんだよね。でしかもねイングランドじゃないじゃんやるのがフランスでやるじゃん、うん、下手したらフランス人結構日本の応援しちゃうと思うんだよね。あその2つどっち応援するっったらジャパンだろうみたいな人多そうじゃないなんかあなんかなりそう確かにそういうのでワンちゃん行くんじゃないみたいな気も若干はある。確かに希望的観測かもしれないけどね、うんうん、いやー楽しみですよね。そういうのワールドカップですからね。ただですね知ってましたその前にもう一個ワールドカップの人だなんすかサッカー。そう女子だよ。えなでしこ。あなでしこ今まだサッカーやってるけど、うん、ラグビーワールドカップの前に確かなでしこもあるんだよ。まあこの動画載ってる時にはもう終わってないよ。男子は終わって、ね、男子は終わって男子は終わって確実にだって今週ももうすぐじゃんですよ。なんでまあいろんなねスポーツの続くじゃない。でその前もちろんあれがあるしリーグワンがもう開幕じゃん今週、うん、明日開幕ですよ。つまり金曜日です今日今日は16日の金曜日に撮ってるんですよね、うん、つまりそうです明日開幕だしさちょっとラグビーファンからするとね大学選手権ももうちょっとでしょ最後の前だよね、うん、高校ラグビー始まるでしょ、うん、リーグワンもやってるでしょで終わったら今度はパシフィックネーションズカップが始まるでしょで遠征が始まるでしょ、うん、最後の調整試合が始まるでしょそれ でワールドカップでしょもうやばいよ。すぐにワールドカップ終わったらまた始まるじゃないすぐリーグワン、うんいやどうだよね、うん、そういうことっすよ、ね、そういうことでしょ、うんうん、もう休めないからね皆さん今始まったらもうずーっと行かなきゃいけないからね。そうかこれもずーっと応援してください我々ずっと応援してください何かしらどっかしら応援していくとそうもうラグビーファンにとってはたまらないねこの流れなわけじゃん。そうするとまあオリンピックもあるからね次ね、うん、大変な騒ぎだよもうどうすんだろうね本当にね。まあいいかい僕たちは必死にやっていくだけですからねこれに向けてはいというわけでございます。はい。またね、いつもの通り話がそれましたが、容量は4キロぐらいですよ。なんでどんぐらいなんだろうね、これ。20リットルとか、そんなねえか。15リットルぐらいなのかな。いや、20いくんじゃないですか、これ。20リットルぐらい。うん。まあ、非常に、あ、そこ言ってるのね。ここはね、ショートコロ裏は普通ですね。特に何の。なんかここに何かがついてるとこもないし、うん、ここもすごいついてる。でもちろんサイズ変更できるものもついてますし、非常にシンプル。ザシンプルバッグ、ね。ザシンプルだけどなんかちょっと練習とかに行くには一番サックパックのリュックバッグマンリュックバンみたいな感じ、うんうん。どうですか悪くないですか。うん、色はかっこいい。俺もそう思った。うん、この色いいよね、うん。です。というわけで皆様よろしければこちらもですね基本的にウェブの方がメインになるのかなで販売させていただいてますのでよろしければ下のリンクの方。見てみてください。何でしたっけ。ジャベラガチャベラジャベラただのジャベラんちゃんジャベラんちゃちゃんチャベラベラベラんチャベラジャベラんチャベラ